はい、どうもこんにちは。ガネルです。バイオハザード2実況やっていきたいと思います。今回から、クレア編のね、実況をやっていきたいと思います。まあ、前回はまあレオン編終わったんで無事に、まあ、今度はクレア編をやっていくって感じですね。で、まあ、難易度はまあ、スタンダードでいいでしょう。まあ、普通にスタンダードでもレオン普通に死ぬからな。俺みたいな下手くそ。嘘じゃない。この目で見たんだ。ええ、信じますよ、もちろん。もっと詳しく話していただけますか？先週の金曜の夜、パブから帰る途中、女が歩いてきたんだ。ふらついてるから酔ってると思った。この辺の麦は多分一自分緒もだそよう思っね。てたんじゃないんですか？レオンの何時杯と。飲んだんですか？うん。いや、一滴も飲んでなかった。またまた。まあ聞いてくれ。その女が近づいてきたから、そいつの目や鼻を見たんだ。まるで顔全体が腐ってるようだった。まるで死人さ、歩く死人みたいで。神さんみたいだ。この世のものじゃない。その夜は眠れなくて。まあまあ落ち着いて、気を強く持たないと。恐怖に負けちゃダメですよ。それはそうだけど、恐怖で固まってると歯をむき出しにして。なんだよ、いいとこだったのに。なんてこった。どうしたらいい。お、クエアっぽいね。クエアバイクで来てたんか。だから平気だってば。分かった。クリスに会ったらすぐ戻る。あ、クレアそはれじ確ゃかクおリス気にをね。探して、このラクーン市に来君たがんだよ心ね。配性なんだから。でも警察署にあれだよね、クリスってヨーロッパで休暇中っていう手紙があったよね、確かね。誰？どういうふうにあれするんだろうね。この辺のチュートリアルはあれか、一緒か。とりあえず中入りましょうか。誰かいませんか？いないの？レオン編だと確かあれだよね。クレア入ってきたら、レオン中にもういて、っていう感じだったけど、違うね。レオンの時と同じだね。大丈夫？これとかも。待ってて、見てくる。完全に一緒だわ。ってことは中にいるんだよね。じっとしてろ。大丈夫ですか？大丈夫だ、下がって。なんだ、離れて。聞こえないの？早く離れて。最初の犠牲者。それ以上近づかないで。外していく。ちょっと待って。ちょっとちょっとちょっと。
前どんだけ熱いんだよ。てかさ、あれじゃない、あー、あれか、もしかしてカスタム強化のハンドガンのカスタム強化するとこのハンドガンのこれもしかして標準があれするのが速くなってたのかな。多分それに慣れちゃってる可能性はあるね。では、まあ、鍵はこういう鍵ですよって。ありえない、まだ生きてるなんて。あ、こいつは虫か。貴重な弾だしね。貴重な弾っていうか、もう2発外してんだけどな。この辺とかはもう全部虫。撃たないで。下がれ。クリア編だとあれなんだね。逆なんだね。ここを出ないと。中と外でそういうことが起こるってことか。なんとか。ありがとう。礼を言うのはまだ早そうだ。なんなのこれ。来てるの？わからない。署に行けば何かわかるかもな。あなた警官？ねえ、レオン・ケネディ。君は？クレア。クレア・レッドフィールド。この町の人？いいえ、兄を探してるの。彼も警官。とにかく出会えてよかった。この先一体どうなるか。警察署に逃げるっつったよな。もう警察署はあれなんだよな。署に行けば何かわかる。もうすぐだ。ええ、そうね。でも生き残ってるのは私たちだけだって。いや、他にもいるさ。でかい町だ。きっといる。歩くしかなさそうだ。走るの間違い。ああ、そうだな。何？嘘だろ。レオ、早くバックして。いつの間にって感じだよな、本当。いや、このおっさんあれだよね。結局これ以降出てないよね。あの傷だったら死んじゃったんだろうけど。また掴んでんだよな。嘘でしょ。あれ、レオの時もこんな吹っ飛んだっけ。女性の体だったら 100% 動けなくなってると思うんだけど、あの吹っ飛ばされ方よ。クレア、クレア、レ
前回はちょっとね、いろいろとあれしちゃったけど、ちゃんと。とにかく先へ進もう。今回は道を間違えずに行きましょう。世界の終わりだ。レオンだけそんなこと言ってなかったよな。まあそれはね、まあ二人そうって同じ意見っていうわけじゃないだろうけど。よし。クレア編だと、クレアはこうやって正面のあれから入るんだな。マービン・パイセンと会いたいな。多分マービン・パイセンと会えるよね。ねえクリス、どこにいるの？嘘、中にもいるの？ベネット、マービン、見てるか？脱出路が分かった、ここに。映像は一緒だけど、喋ってることとかなんか若干違うね。もうすでに傷負ってんじゃねえかお前。彼を助けなきゃ。まあ、彼を助けに行くって感じだね、とりあえずは。美術館を警察署にしたのね。レオンの時確かこんなこと言わなかったな。あのこの金庫とか多分あれだよね、レオンの時と多分一緒の開け方だけどのだと思うんだけど、覚えてないから開けられないっていう。さあ先進もうか。まあクリア編この感じで見ると結構なんだろう、レオの時とあんま変わんないのかな。最高。まあ、変わるところはところどころあるだろうけど。どこにいるの？まあそうなったらまあいろいろとカットするところはカットしていこうかな。レオ編でやっちゃってるからね。集中して、集中。この辺の喋るとかあれだね。レオンは結構弱気な発言してたけど、どっちかというとクリアの方が男前だな。あとなんかレオンとクリアでなんかそれぞれそれぞれっていうか、あ、まあそれぞれか、それぞれなんかクリアすると別のなんか何裏ルートみたいな裏モードみたいな感じで、また違ったクリア方法みたいな感じのモードが出るんだよね。まあそっちは実況するがちょっと微妙だな。ただなんかその2つをクリアすることで、なんか違うモードがなんか出るらしいんだよね。結構難しいらしいんだけど、そっちはやるかもしんないね。ひどすぎる。そやな。でここも相変わらずバラク開けろ、頼むからシャットを開けてくれ。今開けます。今開けるのんきだな。頼む早く開けてくれ。捕まって、早く助けて。なんて名前なんだっけ。ここでいなくなっちゃうからもう名前覚えるの問題なんだけどね。ごめんなさい。後にこいつはゾンビ化して俺を襲ってくるっていうな。
皮肉めいたものあるけど。この辺は一緒だね。ってことは裏も、裏ルートの時もこれの開け方は一緒なんかな。とは言ってもな、違う可能性もあるけどね。レオの時より手伝そうな感じだったね今。平気か？マービンパイセン、しばらくは安全だ。会いたかったマービンパイセン。マービンブラナだ。ありがとう。よく生き延びたな。ええ、自分の身は守れる。立って。ねえ、何があったの？一つ確かなのは、ここに残ってるのはゾンビくらいだってことだけど。ええ、そうみたいね。それは持っとけ。念のためだ。すぐ出ていくつもりよ、クリスを見つけたらね。本当に妹か？そう。なんで？何かあったの？いや、この辺の会話全然違うね。数週間前にヨーロッパに行った。休暇？それは良かった。まだ朗報がある。この隠し通路を使えばここから脱出できそうだ。いいわね。平気？病院に行かないと。いや、俺のことはいい。自分で何とかする。ダメよ、放っておくわけにはいかない。聞くんだクレア、自分の身を守れ。兄貴に会いたいだろう。これを渡しておく。でもそれはあなたの。いいんだ。いや、こっちはただの成人だなお前は。もし奴らを見つけたら、相手が誰だろうと決してためらうな。殺すか逃げるか、どちらかだ。これ確かレオの時は警官って入ってたよね確か。その辺ちゃんと細かいね。で、とりあえず3つのメダルを集めるってところは変わりなしか。ここのメダルは確か、これさ、ズームできてほしいんだよな。ちょっとね、ゲーム画面と俺自身が距離結構離れてるから、いかんせん目が良くないのに、これはちょっと見づらいんだよね本当に。よし、とりあえずライオンメダルはゲットしたね。で、ナイフで切って、ここから進めるって感じだね。まあ、今回は最初だからこれくらいにしますか。レオン編の時は確かこれくらいで確かやめたんだよね。まあ多分、まあそうだな。うん。まあクレア編はちょっとカット多めでやろうかな。うん。いろんなところ。もうあのレオン編の時にやっちゃってるから、もう大体どこで敵出てくるかっていうのも大体覚えてるし。まあてな感じで、まあムービーとか若干変わってたりするね。話してることとかね。うん。まあ、そういうのはちゃんと入れていこうかなと思います。
さよなら。